やっぱ早いね、今の田植え機は。早い早い。山形とね、古い方だけどな。いやー。機械ばっかりが高くなってね。はい、ええものが出てきたら。今年の安いって言うて、はあ、もうあれやね、パンを食べる人が増えてきとるもんね。米の方がええのはええんやけど、米がええんだよ、ねえ、うん、米が一番安い他のマンから比べて、うん、中に買い食べても仕事だな。これで2人分ぐらいですか、家族分、これでここでな、15票ぐらい取る、30キロ、うん、1年分あるの、うん、余るぐらい、2人だったらほなって1日に何歩3合ぐらいだったら、うち息子と娘のことで3家族が食べようだけどな、うん、この倍ぐらいのことがあるんで、これ荒らしとったら、パンやらスパゲッティやらみんなほかね食べるからね、子供も米の味噌汁が一番いいんやけど、私はほればっかりだけどな、私は食べるの知れた、何を食べるお米が一番安いわ、自分で作ってるお米が一番美味しい。そうだ、そうでしょうね、うん、安心して食べられるしね、子供でも名古屋でな、うん、ばあちゃんが一番美味しい、あちょっと超えたら全然子供やから、ね、うんうん、なんちゅうあれ、コシヒカリ、コシヒカリ、へえ、植えたら今の徳島さんでなんか秋盛り、あれはちょっと遅いけど、うんうん、あれも美味しいけど、うんうん、コシヒカリの方がこっちは美味しいんだよ、バランスは徳島さんどの美味しいですかね、あ、千代島の方のお米だったんで全然味が、ああ、違ってね、やっぱお米が上手でな、一本一本あれ植えて、これだけでもどう、1日分ぐらい仕事あるんだ、昔やったら本当に一旦植えた腕立ちだって、はい、早く植えてやる、うん、この代わりは腰が痛いんだよ、はあ、そりゃそうですね、はいはい、
慣れてはるからうまいね。運転が上手だね。なれ、何年もやってる。まだばっかり上か。でも、まっすぐはこっちで違うんだよな。うん。上手なで、やっぱり。上手でもないけん。慣れとる。無駄な動きがないで。ねえ、ほんまねえ。ああ、まだ刈る方はね、ちょっと時間かかって。田植え機ほんま一瞬やもんね。一回きり。とってもね、結構背高いよ。あ、キジはようけみね。キジはうろうろしてるね。タヌキも見たことあるな。おるで。あ、鹿も来とんの。うん。1本とか飛んどるとこ上よかったかな。この頃、鳥目はあんまり変わらんから。もうほんでも早いわ。
これどのぐらい2時間ぐらいで終わるん。あと頑張ってください。そんなにかからんかからんで、うん、1回1週間もかからんですよ。で10ワールド、うん、なけんこのこれまでに来るが大変ない。これ降ったり、うん、なんか家にかけるのか早い。1分間もなくてようと言われる。ああ、準備がね、田植えの準備がね。そうやってピタッと取ったりな、あ水ったり、あ水がこう均等にいくようにしたり、ね、鳴らすのね。鳴らすがいいですよ。で、それにちょっとかかって、もう植えるんだけやったらもう早いんよ。一日乗らない。あれ、バックでも上手なね。スイ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 。慣れとるね。さすがや、特にな。うん、おじさん、の吹き上げおかいるで。いやいや。食べんの。うん、それは料理してくれたら食べるけど、あその生ではいらんです。あ、料理する人がおらんの、うん、あほらあかん。美味しいよね、ふきはね。美味しいんだよ、うん、うちやってあんなに容器あって食べたと知れとるから、ね、ちょろちょろっとあの唐辛子混ぜてね、うん、ピリッとしてピリッとして美味しいんだよね。え、煮しめにしたら、うん、あのおかずいらんぐらいご飯と煮る。あれほんまに植物繊維が多いだろうし、うん、ね。今の風景美味しいけんな、香りも美味しい。はいはい。また昔みたいに取る人もあんまりおらんのちゃうで。ねえ。私の年代ぐらいまでじゃないね。ねえ。若い子はいや食べんわな。あの皮むくのの邪魔くさい。あれ湯がいて中むかな、きれいに剥けんと。うん。だけどほんときれいにしたらほんまにな、みじめにしたら美味しいんだよ。一本一本ね。皮を剥いてね、うん、だこれがなちょっと手間かかる。邪魔くさい。若いからな。あれほんで今あったらあのスーパーで一年中買えるで、いつでも欲しい時に料理してくれて。手植えはせんので、全然もう炭でもほんまにな、ちょっと縁植えるぐらいだけど、もう縁も今度植えたら刈るときに刈らなあかんで、うん、ただこのままでいったら機械がそのまま入る。ああ、そっか、あんまり丁寧にね、する必要もしょ、こうなったら米な、うん、余っとるぐらいやし余っとるぐらいでな、とりめも変わらんのや。ねえ、なきゃもう手間かけんようにいかない。おじさんごめん、もうこれでこれ上上がってくる。あははは、はいはい、すみません、ありがとうございました。